口に出たい。東門の東口。南って書いてあるね。長屋それの逆側。じゃあこっち。この矢印は全部あっちを指しているし。今一番近いが1だな、多分。2?2 かな。上か。じゃあ2だな。2行こう。東門市場。飲むわこれ普通に手に持ってるの結構危険だわ、ね、いや今あのチラッとこっち見てわざわざ戻ってきたのあの警備員がからうんと思って何やって一応聞いたっていう、うん、よし見た今いくらなのかあ見てない16って書いてある200入れたのに16しか使ってない。そう、16元の日本円で言うと巻きました3倍。三上さんがさやりました。4倍ぐらい巻きました。保全みたいなすごい近くまでずっとついてたから多分あれじゃ飲むぞ飲むぞって思ってたんだと思う。万引き飲むぞか入れるぞ飲むぞみたいな。いや飲むぞだと思う。ほとんどの時もめっちゃ見てたから。あんなに厳しいんですか。だと思う。それも知らない外国人、うん、絶対そうですよ。うん、ちなみにね、罰金確かに1000円くらいかな。60レベルじゃん。車の罰金レベルやばい。あれ雨とか車だな。水たまりが溜まってる。大事なことです。ちょっとバシャバシャしてます。水がいや、どうなんですか。分かってみたい。めっちゃ楽しそうに撮ってやるわ。楽しい。本当よかったわ。なんかいいおもちゃ与えたなかった。オープンのおもちゃを与えた。あ、もう解禁されますか。解禁されてると思います。なめっちゃタピオカいったけど大丈夫。ピピピピピピピっていっぱいたでしょ。やめなさい。でもこれさ、ラボが三姉妹じゃなくて何かの PV に使いたい動画だったよ。ベタベタですよ。ベタベタです。ベタベタです。痩せる気しかしません。やっぱりこんなんで痩せてるね。黒しないんすよ。台湾人全員スリム。ス
スリムやろ台湾人。思いっきり太っとる人ってなんか会ったことない気がするけど、気のせいかな。気のせいだよね。タピオカ飲んでて太んないわけないね。タピオカ飲んでねえの観光人向け、あれ観光者向けコンテンツ、みんな飲んでるんだね。わかんない。さっきの五十嵐さんのこれは結構現地の人が飲んでますね。ね、死皮消滅死皮すごい、なんか消滅するんやって。消滅させてほしい。何するんだろうね、消滅のために何すんの。治療、治療みたいな。削る、削る、あ、ここもタピオカ屋さんだよ。ほんとだ、おしゃれ。多分タピオカさんは多分感じで、あの珍しい玉、うん、タピオカっぽい。タピオカの抑えはあっちに任せてくださいね。そうだね、確実に取ってくれると思うわ。おいしそう。小籠包ですよ。ね。早く食いて。食べたい。タピオカが体を攻め切る前に食べたい。食べたい。もう正直ちょっとそんなにお腹空いてないですかね。空いてない。わかる。ちょっと来てる。あいつは私のカメラで遊び始めたの。一番の伸ばしたらどこまで行くのかやってみて。わあすごい伸びる。伸びる。いやでもこれただの迷惑なんで。いやそう長くはやらないですけど。電車のホームでやったらビリビリ。そうそうそう。はーい。あったぞ。あったで、あそこで。あの見えました。黄色い看板ね。小籠包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 。ちなみに台湾のお店って、持ち込み飲まないにして大丈夫です。大丈夫。あ、よかった。イエーイ。籠包。小籠包。籠包。籠包。でも籠包って言うじゃん。そうじゃない。籠包を食べない。おっさん。もうしてるやん。おっさん。6月6日まで内装工事日に営業です。次行こう。皆さん、もうこんな油ってるからいいですか。やばい、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 やばい。食べれなかった。食べれなかった。こんなことある。一番ネットでこんなこと書いておりませんでした。やばいやん。何これ。こんなこと言わないと。いやー、この旅やば。はい。では、今ここにいるんだけど、東門に戻って、こっち側に。ほっといよ。はい、戻ります。はい、こちらは工事をしていないことを願って。じゃあもう戻って戻ってますよ。戻ってるわ。破壊しちゃった。分解しちゃった。
さんがね、食べてくれたんで。なんなら今からここが本番だから。本番、もうや、つまり我々なんかはマジであの、大抜擢しようと。タピオカだからトラブルがあって大抜擢できないのが本番の試合に臨むみたいな運動したから、ただの。だって歩いてますよ。そう、お腹すかすための行為だから。お腹だけはひとっぱしだ。まだ使うのかよ、タピオカで。結構お腹いっぱいよ。お腹いっぱいなんですよ。うん、あの標識すごい難しくない？ここから左折したいときは、あれじゃ二段階右折でしょ？そう、原付。いや、宝くじ買おうかな。買いますよ。宝くじで普通の。この道すごくない？なんかそもそもね、この運転しようと思ったら車線が逆だから意味わかんない。ルールもなくしようとないとあの死ぬっていう。やった誰もが通る。